では問題 C の Sea Level の2番ですね。2番を、じゃあ1番は明日も明日も試験があるのかと思うとうんざりだ、うんざり、うんざりだと、嫌だ、嫌になっちゃうなみたいな。明日も試験があるのかと思うとうんざりだ。Tomorrow、また試験かってね。明日も Tomorrow, also tomorrow I have to、take a exam、と思うと When I think so、I feel depressed みたいな、まあ、うんざりっていうのはね、まあ、いやだな、これですね。嫌だな、嫌だ。Hate it. I hate it. I'm very get tired of it. なんつうかな。もう、うんざりだ、みたいな。もううんざりだ。もう、飽き飽きしたっていうのもあるんですよ。なんか何回も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 同じことを。Do same things many times. Have to do same things many and more anymore. I do not want to do anymore.Do the same thing anymore. More. I get tired. はい、っていうかね、そういう感じかな。緊張する is tension だから、be nervous, become nervous.、緊張する。心配だ is 心配です。be worried about something. Worry. And be anxious about.、楽しみだ is I feel it pleasant. 楽しみか、楽しみだな。まあ、I expected. I'm looking forward to it. っていうか、そういう感じだな。じゃあ次。昼過ぎに、ま、楽しみっていうのはあれね、楽しいっていうのはまあ pleasant ね。で、楽しみだなっていうのは I'm looking forward to it. 楽しみ is a、ファン。まあ、そういう感じだね。It will be. まあ、そうね。じゃあ次。昼過ぎに来た客は、いかにも高そうな大きな指輪をしていたと。昼過ぎっていうのは昼を過ぎた時だ。afternoon に来た。まあ、昼をちょうど過ぎて、12時、noon、昼ってのは12時のことだな。この場合昼過ぎ、まあ、昼過ぎって12時じゃないか、昼過ぎに来た、まあ、afternoon だね、afternoon に来た the visitor who came afternoon was、はいかにも高そうな大きな指輪をしていたと。指輪をしていた、指輪を、まあ、つけるとかするとかね、wearing a ringフィンガリング、大きな指輪、big フィンガリング、he or she and was wearing a she was wearing a large フィンガリング、いかにも高そうなっていうのは、高そうに見える、look like っていうのは looks very、expensive、いかにも、まあ、見るからにっていうかね、普通以下の、less than usual っていうか less than normal、まさしくは the very、 そのもうまさにその truly this っていうか、まさしく this って正真正銘の authentic でもねえし、なんていうかな、まさにね、まさしく、もう、without mistakes っていうか、まあ、without、なんていうかな、まさしく、まさしくってこれかな、まあ、いや、見た限り、ちょっとわかんないな、見た限り、見るからにか、あれ？これで見るからにだよな、いかにもか、いかにも、見た限りは、as far as I see、as long as I see か。見る限りってなんだ、見た限り、
見た限りでは、まあ、見た限りでは、まあ、本当はどうかわからないけども、見た限りでは、ね、まあ、見るからに、これだね。まあ、見るからにも、いかにも、見るから、いかにもね。いかにも、見るからに、もう、すぐわかるっていうかな。いかにも、いかにも、もう、明らかにっていうか、クリアリWhen I see it, I clearly understand it, clearly see it. まあ、見るからにもう、apparently, もう、そういう感じか。apparently ってのは、一見か。もう、なんつうかな。まあ、clearly understandable, clearly, まあ、そういう感じだね。まあ、3番。客が乗り込むや否や、客が乗り込むや否や、なんとかするや否やね。や否や、なんとかや否や。否っていうのはこれ、こういう感じですね。これ否定するって、否定するっていうありますけど、否定するって、なんだっけ。ネゲイトじゃねえし、まあ、まあ、とにかく否っていうのは not です、not。not。So,する or 乗り込むかもいやしないかのうちにと、まあ客が乗り込むってタクシーだね。これタクシーは猛スピードで発進したと、まあ乗り込むや否やっていうのはもう as soon as the passenger かな、 passenger 乗り込むっていうのは get on the taxi in this case taxi get on the train or as soon as なんとかするや否やこうするっていうThe verb here, dictionary form, as soon as, instantly, no sooner than the passenger got on the train, had the taxi started at a high speed, at a terrible speed. そういう感じで、まあ、no sooner than I のとか、as soon as って感じだね。乗り込んだだけでだと、only with getting on みたいな。乗り込むか否かを問わず、あんま問わずなんて、あんまこういう言い方しないね、これ。乗り込むとすぐに、これですね。instantly, as soon as, すぐ、instant, 乗り込むとすぐに、as soon as, 乗り込むまでもなくって、乗り込むまでもなくって言うと、not necessary to get on みたいになっちゃうね。これですね。なんとかするや否や。なんとかするとすぐに。じゃあ次。4番、散歩に行くついでに手紙を郵便局に持って行ったと。まあこれまたついでが出たね。さっきもなんかどっか出たな。散歩に行くついで、まあ散歩に go for a walk and on the way っていうか on the way to the、まあ、散歩に行きますね。散歩にね go for a walk and まあいつものコースがこうやってあったとして usual normal everyday courseAnd, 手紙郵便局がまあこの辺にポストオフィスがあったとして、まあ、その通り道にあると、まあ、ちょっと離れてもついでに行くついでに、まあ、なんつったらいいのかな、The advantage take and make なんだ make advantage of だっけ take だっけ忘れたな。とにかくまあutilize this occasion みたいな感じだな。ついでに、手紙を郵便局に持って行ったと。I brought my letter to the post office. 持っていくって、bring だけど。まあ、まあ、行きがてら、これだね。散歩に行きがてら。散歩に行きがてら。行くついでにと。まあ、行くその途中の道でと。on the way to,on the way of taking a walk みたいな。まあ、行きがかり上か。まあ、これはね、
この行きがかりっていうのはあんまり the real going じゃないんだな。これはもうなんか、行きがかりっていうのは the なんつうかナチュラルウェイオブ、行きがかり上っていうのはありますけども、こういう時は使わないんだからな。行きづくめか、行きまあづくめっていうのは、まあこの前黒づくめとも言ったように、黒づくめの男とは、まあ行きづくめ、なんとかづくめ、まあそれしてばかりってね、 always doing this or ever completely doing、 まあ行きまくり、行きまくりか、まあ、行きまくるってもうそればっかり、もう do the same thing ever、many times とか、まあ doing just doing the same thing、 まあ行きがてらね、ちょっと難しいですけど、じゃあ次は5番、古代の人がなぜこのような建造物を作ったのか今となっては知るべくもないと。古代の人、古代の ancient time、 古代の ancient people が why、 なぜこのような建造物を作ったのかと、まあなぜ why the ancient people constructed the, these such a building、 建造物、 building っていうか、まあ structure、今となってはこれ、今となっては知るべくもないと、まあ今となってはもう今と now since もう時間が経っちゃって、今 the ancient times but many timesPast, many and now, too much time passed, so we can't know the ancient time, ancient matter, ancient times. So, もう今となってしまっては、となってしまっては、知るべくもない。知りようがないっていうか、知る方法がないってね、知るべくもない。まあこれだね、知る方法がない、There is no ways to know、 There is no way to know、 知ってはいけない、知って must not know、 知りたくない、 don't want to know、 知らなければならない、 must know、 have to know、 知る方法がない、まあ知るべくもない、もう知りようがないと思うね、知りようがない、知るべくもない、知る方法がない、 No method to know、 There is no method to know、 There is no way to know、 まあそういう感じですね、知るべくもない、まあ、知るべき、べきっていうのが、まあ、べくもないってね、もうちょっと古い言い方、 old way of saying、 じゃあ6番、来月の予定は流動的だ、来月の予定だ、schedule of next month、 schedule、流動的だ、流動的 is、流動、流れるね、これ流れる、流れるね、まあだからまだ決まってないってことね、これ流動的っていうのは何ですか、まあ流れてまだ動いてるから、動いてるからまだはっきり not definite、 not fixed、急流のように速いか、 the fast quickly quick like a fast like a、 なんだ、急流 rapid stream か、これ違うの、これ流動的っていうのは変わる恐れがある、まあこれだな、まあで、なんとかする恐れ、 risk だけど、まあ possibility、 there is a possibility of change、 so changeable、 changeable っていうか、 there is a possibilityto change, to be changed、大変暇だ、大変 very terribly 暇だっていうのは free、leisure time みたいな、 time、for us to do nothing、 time、 まあ free time、 まあ free、 not duty、 not do nothing、 do、 to nothing to do、
time, nothing to do, when we have nothing to do. 非常に忙しい、very busy、ね。まあこれですね、変わる可能性、恐れって可能性がある。possibility。可能性。この知るべくっていうのはこのべくってこのさっきのこのべ知る、知るべくもないってあったな。今ってのは知るべくか。このべきっていうのべくっていうのは これなんだよね。漢字は多分。べくもないかな。まあ、ちょっといいや。違うかな。7番。このカバンは重い荷物を運ぶのにもってこいだ。もってこい。very suitable. very suitable. proper. ちょうどいい。This bag is suitable for carrying the heavy baggage. A. 買い替えるべきだ。買い替える is もう古くな、物が古くなっちゃったんで、change and discard the current thing and buy a new one. 買い替える。まあ、買えるってこっちかな。変わるか、これ。買えるか、まあ、こっちか、買い替えるか。まあ、買えるの部分が。買い替える、買い替える。まあ、どっち、I don't know which。まあ、買い替えるべきだと。ちょうどいい。あ、これですね。ちょうどいい。持ってこい。ちょうどいい。just good。just suitable。appropriate。不可欠だ。不可欠だってのは essential。書くことのできない。書くべくもないって、ね。書くべからざる。まあ、不可欠だ、essential。必要、絶対に必要だってね。絶対に必要。まあ、必要 is necessary。まあ、絶対に書くことのできないから。絶対に absolutely necessary というか、これ書くね。書く、俺書ける。書けるは、まあ、書くことのできない。なんとかを書くで、ミスの lack some、lack って多動詞じゃないか。まあ、まあね、書けることができない。絶対に必要と。absolutely necessary。essential、essential ね。indispensable か indispensable まあ不可欠ね、持っていかなければならない、行かなければならない have to 持っていくっていうのは bring、ね、have to bring、まあ、持ってこいだけどこれは持ってこいっていうのはそのちょっとこれとは違う持ってこいまあもともとは originally ちょうどいい suitable、持ってこいだ何々するには、何々するのに、or 何々するには持ってこい。持ってこい。するのに持ってこい。運ぶのに持ってこいね。運ぶのには持ってこいとかね。まあ、に、じゃあ次。まあ、大体でやってるんですけど、これ。8番。君の提案は十分検討するに足る。まあ、足るっていうのはこれ、足。足りないの、十分検討するに値するとか言い方するね。するに値する。する価値がある。valuable for, worthy, worthwhile, worthy for, worthy, 値する。まあ、your proposal, 提案 proposal は、十分検討するに足る。検討ってのは discuss っていうか、まあ、consider, enough,your proposal has enough value to be considered. そういう感じかな。まあ、検討が足りていないというと、もうこれも足り、not enough considered になっちゃうね。足りるはこれだね。検討しているようだ。いるようだは seems to be this.discussing to be, seems to be considering. ちょっとおかしいな、これな。検討する価値がある。これね。これですね。
have the worth to consider, to be considered. そういうことね。worthy of, be worthy of considering, considered か、being, being considered.次 D 検討する材料になる材料 is a material it will be become a material to be considered みたいな、なんかあれだ。では次は9番、彼は何をやっても飲み込みが早い飲み込みが早いね、まあ、何をやっても whatever he may doWhatever he do, he may do か。飲み込みが早い。He is, まあ、飲み込みが早い。すぐに習得するってことだね。すぐにコツをつかんで習得してしまうと。acquire the skill, fast. 飲み込むっていうのは、食べ物とかを飲み込むってね。なんて言った。まあ、すぐに飽きてしまう。飽きるっていうのはもう、become tired っていうのかな、なんつうか飽きるね。飽きる。こっちは包むっていうね、食片に包む。包むってこれ、wrap up。すぐに飽きるはこれ、まあすぐに飽きてやめちゃうって、まあ飽きる、まあ飽きてやめるじゃない。まあ、get tired みたいな。まあ、すぐに終わらせてしまう。quickly, なんつうか、finish it. 終わらせちゃう。終わらせてしまう。finish something. すぐに元通りになってしまう。元通りになるっていうのは、まあ、recover to the original state. instantly. 飲み込み、すぐに理解してしまう。あ、これはね、飲み込みってのはあれだな。理解だね。understand.Understand, very quickly understanding. で、まあ、この飲み込みが入って、なんかまあ、そうね。Quickly understanding and have acquire the skill みたいな。まあ、じゃあ次10番。問題が、これ、公ってね、public、公になるって、なんだろう。become public っていうかな。the problem become public and ようやくやっと finally 社長は重い腰を上げたと。the president of the company 重い腰を上げると。重い腰を上げる。dictionary form 上げた is past tense form 腰 is a west、うん、まあ、腰を、やっと立ち上がるってことだね。今まで、重い腰、ヘビー、まあ今までこうやって、椅子にこうやって座ってたのが、で、ずっとこうやって、まあなんていうかなかなか立ち上がろうとしなかったと。ついになんかもう問題が公になって、もう緊急を要することになったんで、こうやって、ついに、ゲラップっていうか、stand up. で、まあ問題に取り掛かると。take up. まあそういうことだね。問題解決に、まあ、取り掛かったと。取り掛かるね。まあこれだね。solution of the problem に take up っていうのが、take up the solution. become dealing, begin to deal with some problem.問題を指摘した。The point out the problem じゃないな。問題を認識した。recognize the problem じゃないな。問題を見て見ぬふりをしたっていうのは、見ていながら見ないふり。pretend to not to see. Actually seeing, but、pretend to see the problem. Pretend to recognize the problem みたいな。ふりをする。recognize, pretend to do. なんとか。見ぬっていうのはこれ見ないってことね。ぬっていうのは the old word of ない。not. 見ないふりだから。not to pretend. pretend not to see か。まあそういう感じですね。
まあ、重い腰を上げるってのはようやく取り掛かると、ようやく重い腰を上げる問題解決に取り掛かったと、やっと立ち上がってなんか始めるっていうね。じゃあここでとりあえずありがとうございます。